ホームレスの年配女性にコンビニで食べ物買ってあげると声をかけ、一緒にコンビニへ行く。ホームレス女性はコンビニでカゴの中に欲しい商品を入れてレジに向かう。食べ物買ってあげると言っていた若い女性がレジ前でいきなり逃げる。置き去りにされたホームレス女性は悲痛な叫びを上げるという胸クソ動画が TikTok に投稿され、非難殺到、物議を醸しています。僕も動画見ました。撮影者たちが大笑いしてるんだけど、何が面白いのかマジで胸クソ悪いです。ただね、このホームレスの年配女性、 TikTok 内で結構有名らしくて、この人をいじる動画が過去に何度もバズってるらしいのね。おそらくこの投稿者たちはこのホームレス女性を使っておけば再生数稼げるし鉄板しようって思って、言い方が悪いけど利用してるんだと思うけど、やっぱり良くないよね。自分たちだけじゃバズれないから、他人の力を使うことは別に悪いことじゃない。でも他人をバカにしたり迷惑をかけてまで再生数を稼ぐことに何か意味があるのか、そう日中は、はい、思います。ただ僕ね、これ思ったんだけど、もしこのホームレス女性と TikToker 側が組んで動画を作ってたらすごいなと思ったのよ。多分ホームレス女性は本当にホームレスなんだろうし、 TikToker もノリでただ撮影してるだけなんだろうけど、もしそれが全部演技だったらすごいなと思ったわけ。昔ラファエルさんが上げてたホームレスの動画に出てくるホームレスは演技してる仕込みの人ですって堂々と自分で暴露してましたけど、今回炎上している動画は演技に見えないんで、単純にホームレス女性に対する迷惑行為になっちゃってる。自分たちじゃバズれないからホームレス女性をいじってバズらせようとしてる。それならちゃんとした報酬をホームレス女性にあげるべきだと思います。このホームレス女性は数字持ってて、それを使わせてもらっているわけだからね。言ってみれば CM に起用した芸能人みたいなもんよ。つまりこのホームレス女性に対する敬意が全然払われていないことが問題だと思う西中でした。また次もさ、見てくれよな。やっぱりさ、みんなが笑顔になるようなそういう動画を投稿しなきゃダメだよ。ダメだよ。